まずは今日の試合お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。今日の試合の振り返りをお願いします。まず最初に先制点取られてしまったんですけど、その後にすぐに取り返したことと、その後にもう1点追加できたことが良かったと思います。次の試合の抱負をお願いいたします。次の試合は取られてから上げるのではなく、先に自分たちから先制点を取って、その流れで勝ちたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。